彼女いない歴50年、そろそろ彼女いない歴50年です。女性が好きそうな男を研究しまくって勉強スポーツ頑張りました。今でも仕事が終わった後に経営大学院で勉強しています。来年 MBA を取得するつもりです。髪型ファッションなども手を抜きません。スノボ、スキー、テニスなども好きです。逆に風俗やギャンブル、キャバクラが死ぬほど嫌いです。どうすれば彼女はできますか？学習塾の講師をしているため帰宅が深夜となり、朝まで勉強して4時間くらい寝たら出社です。一人で気楽に行きましょう。人生は何も恋愛や結婚ありきではありません。一人に耐えうる強靭な精神力を身につけてください。子宮中にです。彼女と部屋でキスしてるとこを親に見られました。ノックもせずドア開けてきて、キスしているのに気づいて何も言わず出ていきました。マジで気まずいです。しかも彼女は小5で幼馴染的な感じで親も知ってるんですけど、付き合ってることは知らないです。次親と顔を合わせた時どうすればいいですか？キスしてたことはガン無視でいいですか？可愛いじゃん。俺なんかベッドでしてるとこ見られた中学時代だったよ。ベッド捨てられたけど別に気にすることないんじゃないかな。子宮です。中1の娘の部屋から焼き魚の匂いがします。何か心配です。私はどうするのがいいでしょうか？子宮、大根を下ろしてください。力を入れすぎないのがコツです。子宮です。高1の娘の部屋からビッグカツが60個近く出てきました。何か心配です。私はどうするのがいいでしょうか？箱買いしただけでしょう。その方がお得だったりします。お姉ちゃんの鼻くそを食べる癖が恥ずかしいです。私中2、姉高1。私は姉の癖が本当に嫌いです。鼻くそを食べるなんて、これって病気ですか？私も家族も姉に直接、鼻くそ食べるのやめてと何度も言っています。一向に治りません。幼稚園の頃からずっとですよ。生まれる前から知ってる親同士が幼馴染にも、〇〇が鼻くそ食ってたよって言っていました。幼馴染に言われるってことは外でやってるってことですよね。本当に恥ずかしくて恥ずかしくて仕方ありません。何かやめさせる方法はないでしょうか？僕も姉ちゃんがいますけど鼻くそなんて食べませんね。僕が姉ちゃんの鼻くそ食べることはありますけどね。姉ちゃんがゴミ箱に捨てたティッシュをこっそり拾って自分の部屋でゆっくり味わいます。何言ってんだお前。イケメンすか？俺はそう思うで。だって無性に腹立ってきたもん。中学受験をする息子の部屋に監視カメラを設置しようと思うのですが、どうでしょうか？私が家にいない間に子供がちゃんと勉強しているか不安なので、カメラを置くのを考えていると思っています。もちろん子供の許可を取り、私が家に帰った後はカメラを見るつもりはありません。それ自分がされたらどう思うんですか？ありえない。猫は顔を洗うとき手を舐めてから擦りますよね。手を舐めるのは湿らせるためですか？湿らせるためだとしたら、猫は湿らせた方が綺麗に洗えると分かっているのですか？それとも顔を洗ってから手を舐めているのですか？あたちは猫の真似して手をベロベロ舐めて顔をふきふきしたら、顔面がものすごく臭くなってしまったので気をつけてください。